込んでいいんだっちゃ、結局さ、そういう、こういうメイキングで、この辺では、ね、お弁当のおかずとかも大変だよね、もしくは2週間に1回、弁当持って歩く、頑張って。ここに来た時に、本当に何もないっていう光景をまず見た時に、本当言葉を失ったですね。はあって言って、ね、でも県営、松原の県営の屋上は大丈夫だったんだよね。ね、でも地震から2時間経って、それまでどこをどう通ったかわからない、記憶にない。でも一応メールで、静川に住んでる家族、娘がいたんで、別なメールをしたら、静川はもう終わって帰れないと。その終わったっていう意味が分からなかった。で、終わったって何、静川が全部、その時は津波に飲まれてないと。ないって一体何と。私の帰る場所がない。毎週のようにこれ皆さん持ってる、毎週です。やっぱりこの働きは難しいし、被害は大きいんですけれども、神様は私に何かできるでしょ、あなた、まあ、子供も小さいし教会の働きもあるけど、あなた小さい、もう一つ何かできるでしょ、それをしなさい。ね、素敵だね、素敵だね。経済、生きがい、そして町、コミュニティ、この3つなんです。一番僕が、まあ、この半年近く、まあ、関わっていて感じるのは、本当に週1回なんだけど、こうやって彼女、お母さんたちが集まってやっていることに、本当みんな喜び、楽しいなっておっしゃってくださっていて、それは一番強く感じます。そうかもしれない。幅が、よしろがないんだよね。でも毎日つくって言ってるうちに、もうこれが全国、全世界に、一つでも静川、私たちが作ったんだよっていう、その頑張って一生懸命作りましたっていうものを届けたいっていう思いで、一生懸命少しでも綺麗に、少しでも長くみんなに作ってもらって誇れる商品であるっていう、もう自信を持ってみんなに渡れるように毎日頑張ってます。誇れます、うん、屋上だけは、屋上もいましたね。本当にいろいろ、まあみんなそうですけど、昔傷ついたこととか、今も大変なことを抱えていることとかたくさんあると思うんですね。僕もそうですけど、でそういうのをだんだんね、みんなでこう補い合っていくというか、助け合ってもっといけるようになったらいいなと思います。